こんにちは、うずうずの菊池です。さて、前回ですね、立派なポートフォリオさえ作ることができればどんな企業でもいけるはずだみたいな、そういったマインドはですね、立派な一物、大きな一物さえゲットすればどんな女もアヘアヘ言わすことができると、そういった〇〇さえすれば目的を達成できるんだみたいな、モテない呪いにかかってるんだよっていう話をしました。この〇〇さえすれば目標達成できるよねっていう呪いはもう社会全体にも蔓延してまして、例えば学歴さえつけることができれば幸せになれるよとか、あとは資格さえ取ればどこどこに行けるよとか、こういったものと一緒ですね。でこういった人っていうのはどうすればいいんだってなって、ハウトゥー探しをわーってしていって、そのうち YouTube とかで〇〇すべきだっていうね、強い意見を持ったインフルエンサーさんの言いなりになっちゃうみたいな、情弱っていうのになりがちですよと。分かった分かったと、モテないマインドは OK と。じゃあ次はモテるマインド、相手に受け入れられるマインドってなんだろうっていう話を今回はしていきたいと思います。まず最初にですね、結論を言っていく前に宣伝を入れさせていただいて、私ですね、現在 Java のメンタリングと就活のメンタリングを細々とやっております。これらに興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。さて、改めてモテるマインドってなんやねんという話ですが、これはですね、ズバリ相手が求めていることをしようとするマインドですね。これはよく言われることなんで、なんだって感じかもしれないんですけど、これはですね、異性相手の話だけではなくて、就活を含めて社会で活躍していくために必ず必要になる考え方となります。〇〇さえすれば目標達成できるっていう考え方は、自分が何か変わりさえすれば、自分が何かを身につけさえすればっていう、自分にピンが立っている自己中マインドであることに対して、相手にピンを立てて、この人がどういうことを求めているんだろう、この人はどういう背景にあるんだろうっていうことを考えながら行動するっていうのは他己中マインドであり、これが社会においてめちゃめちゃ大事なんですね。これもね、よく言われてることなんですけど、例えばプレゼントだったら貴金属が欲しいなっていう方もいれば、手作りのこうぬくもりのあるプレゼントの方がいいなっていう人もいますよね。プロポーズだったらフラッシュモブで喜ぶ人もいれば、げんなりするタイプの人もいますよね。人って本当に価値観が様々なので、誰かにモテたいなら、誰かとうまくやっていきたいなら、そして人の集合体である社会で活躍していきたいなら、そしてその社会に入る第一歩である就活を成功させていきたいなら、相手が何に価値を感じているのか、相手が自分に対してどういったことを求めているかっていうことについて、しっかりと考えながら行動するっていうマインドが必要になってくるわけですね。この相手が自分に求めることが何かっていうことを自然に考えながら行動できている人っていうのは、ゴールから逆算してロジカルに物事を考えられたりとか、客観的な視点でバランスの取れた視点で物事を判断できるとか、他人に興味を持ってそして共感することができるとか、こういった力を持っていることが多く、いわゆる仕事ができる人っていうパターンが多いです。弊社のエンジニアは肌から見ていて、わあ仕事ができるなってね、すごい僕思ってるんですけど、彼らはもちろん技術力もね高いんですけど、それ以上に相手にピンを立てて、開発の依頼主はどういった背景でこのシステムを依頼することになったんだろう、今開発の依頼主はどういった状態なんだろう、依頼主の業務がどういったものなのか、またそれをシステム化することが果たして正しいことなのかみたいに、相手以上に相手の立場になって考えて行動するってことが自然にできてるっていうところに、格段の仕事できるなっていう感覚を持ちますね。結局仕事ができるって自分で思うもんじゃないんですよね、他人が思うものなんですよ。なので仕事ができる人っていうのは、単純に高いスキルを持っているとか、いろんな広い知識、深い知識を持っているとか、作業スピードが速いとか、そういった個人レベルで優秀な人のことではなくて、チームや組織全体のゴール達成を常に頭の中に入れておいて、自分の作業領域とかだけじゃなくて、全体見回して必要な部分を先回りしてやるとか、顧客や周囲を気持ちよく巻き込んでいくとか、この人がいると助かるわ、スムーズに話が進むわ、この人と一緒に仕事したいなとかね、そういう風にして思われる人のことなんですよね。さらにこういった第三者の視点に立って物事を考える力を持っている人っていうのは、市場や顧客が求めることや本質的な課題を見極めることができるので、つまり取り組むべき課題を自分で設定できる、つまり自分で仕事を作り出せる人材でもあるんですね。何をするか自分で考えることができない、〇〇さえすれば目的を達成できるマインドの人ですね。こういった方々とは真逆の存在と言えるでしょう。もちろんポートフォリオ至上主義者に多いこの〇〇さえすれば目的を達成できるマインド、こういった方々でもいいマネージャーに出会えれば、いい感じの目標設定、ハードルを置いてくれるので、順当にいけばいい感じで成長していきますが、結局マックスで成長できても、せいぜい作業処理能力の高い傭兵みたいなプレイヤーにしかなれないかなと思います。与えられた仕事は
ちゃんとこなせるけど、自分では与えることはできない、仕事を生み出すことはできないっていう感じですね。僕はポートフォリオ至上主義者の方々が面接に落ちてしまうっていう理由は、大方このマインドの部分にあるんじゃないかなと思ってます。自分で考えずに言われたことしかできないし、自分でね目標設定したら本質からずれたところを目標にしてしまって迷走したりとかして手がかかるし、うまく育ったとしても結局自ら仕事を生み出すぐらいのレベルまではいけないので、正社員として雇うんだったらちょっと見込みないよねっていう風に思われちゃう。そういったマインドの部分で落ちてるのに、ポートフォリオ至上主義者の方は、あ、落ちてしまった、ポートフォリオの完成度が低かったからか、よし、もっといっぱい勉強しなきゃみたいな感じで、もっともっと勉強してこう無駄に空白期間を伸ばしてるっていう人が結構多いなって、なんかしみじみしちゃいますね。この話はですね、次の次ぐらいで詳しく話しますけど、ポートフォリオっていうのはその人物を推し量る上でのただの一参考資料でしかないんですよ。そのポートフォリオからある程度の情報を抜いたら、もうそのポートフォリオって用済みなんですよ。ある程度のポートフォリオができてたら必要なことは伝わってんのに、それ以上にグワーって増やすことで本当に無駄な時間になっちゃってるんですね。なのでポートフォリオ至上主義者の方は、もしも面接で落ちた場合は、ポートフォリオの成果っていうところをね一旦クリアにして、自分の特にマインドの部分、ここっていうのはなかなか向き合うことが勇気のいることなんですけど、一度立ち止まって自分のマインドとか内面に何かおかしい部分はないのかなっていうところを内省するようにしてください。前回もね言いましたけど、客観的な視点で自分を見つめて、そしてそれを改善する、これができるようになると人間として成長しますし、就活の突破率もだいぶ上がると思います。なんでこれを必ずやるようにしてください。自分と向き合うって難しいなーってもんもんとしてきたら、第三者に聞いてみたりとか、自己分析をサポートしてくれるようなサービスを使ったらいいかなと思います。前回と今回でポートフォリオ至上主義者の方にとってすごい嫌なことを言ってきたと思うんですが、うるせえこの野郎っていう風になるんではなくて、その怒りの感情をグッと抑えて、このマインドを改善さえすれば自分はもっと伸びていけるんだ、あるいはもっと成功に近づくんだ、という伸びしろへの気づきに変えていただけたら嬉しいなと思います。相手にピンを立てて、その相手が求めている行動を取ると、これがすごい大事だよという話を今回はやっていきました。次回は就活において一番コミュニケーションが必要になる相手である採用担当者、この採用担当者がどんなことを考えて自分たちと向き合ってるかということについて解説をしていきたいと思います。では今回の動画はこれにておしまいです。最後にですね、この動画が気に入っていただけた方は、いいねと、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回。